白身は、おみんなおとか言ってビデオにされたけど、おっと言ってしまったおゼリーみたい、色キモい、緑色だよ、お音が、空気が入ってなかったんだな、斜めにしたらよく出ます、ちょっと食べたくないちょっと食べたくないちょっと食べたくない黄身普通なんか身がまだ割れてないからなかなか出るんで、黄身の膜が割る？チョキンかな、黄身も。でもうまくにゅるーって出てくるかもしれない。この今出てるとこチョキってやっちゃうね。いや、出てる。あ、持ち上げない方がいい。そのまんま黄身が出る方が卵の殻が綺麗。もっと綺麗。黄身の粘っちゃいね。濃ゆい。もうあとは多分自重で出てくる。あ、持ち上げると黄身が横につくよ。せっかく今黄身の膜で持ってるから、そのままの方がいいよ、絶対。空気が入んないと出ないんだよ。もうでも最初の段階で空気ある程度入ってるんじゃないの。単純に黄身は濃いから時間がかかるだけでは。え、白身多すぎ、成人じゃね。なんかこう卵、こう黄身2つ入っててもおかしくないぐらいのあれだよね。腹魚今落ちてきた。お、ほら空気が今入ってなかったから、ね、適宜空気入れないとやっぱダメだよ。何この出産シーンみたいな。ある意味出産じゃん。いやそうなんだけど、ぬーちゃんもおいで。使いとか早く出て。うん、4分経った。え、そんなに？うん、4分経った。ほら、もう最後っぽいこの感じ。どうでん。最後とはまだだった。でもなんかあれだね、なんか全然なんか白身と卵の黄身の割合おかしいとかそんなこと意外になかったね。いや、あったかも。うーん、白身率高い？いや、白身率高いと思います。残り少なくなってきた感じ、これ。うん。
だいぶは抜けたね、今のドボボボで。ちなみに5分経ちました。まあ丸山クラスの穴を開けたから、まあ、5分半です。あと水洗いでいいよ。うん。